ギリギリで二人同時に抜いてしまうメッシの神ドリブル。ラインギリギリのところで二人同時に抜いてしまう36歳のメッシ。意味わからんくらいうまいな。世界一の男。ここまでサッカーうまいと楽しいだろうな。すごいね、全部左足ですね。すげえまたぐこともなく、インアウトと重心移動だけ。すげえしか出てこねえ。なぜパラグアイは彼を止めることができたのか。究極の基礎技術。神が人間も手遊んでるだけやん。メッシに得点もすごいけど、タッチライン際で二人置き去りにしたドリブルエグいなんて、年取ってもこのドリブルができるんや。メッシ相変わらず神ってて、草ドリブルもシュートも完璧だろ。これがバロンドール。